これさっきのねパターンのね、はい、はい、あのバランスね両方同じ均等に貼ってくれるからね均等均等で重さは自分でちょっと調整しながらやってみてください、はい、ということでね。はい、続きましてリクト108マンさんです。はい、回答ありがとうございます。長編動画お疲れ様です。アプローチの質問です。はい、アプローチには人それぞれの打ち方があると思います。うん、経営者や芝や経営者などいろんな状況に左右されてアプローチの打ち方が違ってくるとは思いますが、選択肢打ち方はある程度種類を持っておきたいですと。はい、先日58度で遊んでいた時に見つけた打ち方が、ソールをべったりヒールから先までつけるアドレス等は普段と同じ、肘は少し緩みまっすぐにはなりませんが、センターから先こあたりで打つと苦手としていた近い距離10ヤード以内がに球が打てました。この打ち方はありですか。それとお二人のアプローチの打ち方は何種類くらい選択肢として持っているのか教えてください。いや先で打つんですよ。あっていうかありです、ありというかよく見つけましたねです。だからありです、ありっていう答えと自分たちの打ち方、うん、アプローチ何種類持ってますか。本当ね、使えるかどうか分からないけどいっぱいありますよ使えるかよるかよらないか分からないですけどいっぱいありますよ。あるよね、うん、俺 7色7色のアプローチいやいやいや一応ね、俺はね、まあ、基本的にはもう状況によって1個2個で、なんだろう、もう決めて打つっていうかね、うん、何個打ち方あろうが、うん、打つときは1個でやらなきゃいけないんだから、うん、いろんなのありながらも、まあね、あのうまくいくいかないは別として何種類かありますよ。何種類もありますよ、打ち方は。開き方もあるし、うん、閉じ方もあるし、うん、入れる角度もあるし、肘抜くとかもあるし、うん、もう数え切れないぐらい70種類以上ありますよね。あると思う。だから臨機応変な対応なんで、うん、でも練習するのは普通にピッチエンドランとフワリと、いや俺全部練習する。だから練習してないからさ、うん、練習してない練習してないのにさいきなりコース行って寄られんって怒んないでよ。いや寄らなくないじゃん別に、普通じゃん。いやでもね、この間のあの目玉あったじゃないですか。あれワンチャンスあるってあんな開きゃないから。いや、あれはないあれはね、俺龍太にもそうだった。何それ。ふかふかでしょ、うん、ふかふかだから入るの、まあ、開いても入るの、うん、分かる、分かる、うん、だからあれでふわってやって、うん、あれだけ抜けとけば、うん、スッて寄ると寄る感覚が出てたの、はい、じゃあそれがこれだけ足んなかった、うん、だから土手に当たって戻っちゃったから、うん、でも1個付け加えていい。あれ皆さんちょっと突っ込んだんですよ。突っ込んだんだ、はい、俺は見て、うわっダウンスイングでガッてちょっと力んだから、ちょっともうちょっと踏み足大事だったら、まあそりゃ突っ込むよね突っ込んじゃうよねあれね。まあでも、まあしょうがないけど、あれはあれで。あと、なんだっけ、9番ホールの、あのちょっとこう、あれはね、トリッキーなやつあるじゃん。あれ、なんともならない。あれはね、力みすぎ。あれはもう、遊び心を持って、チュンってやってくれ。いや、あれ結構ある。いや、お前がさ、もうあのグリーン、80ヤード手前からさ、グリーン乗っただけでさ、まだ30メートルぐらいのパーパット残ってるから。30もないから俺ちょっと勝負かけなきゃいけないと思ってさ、片足バンカー入らない状態で、はい、一応かぶしてね、ホームラン警戒のあれやった。あれ、かぶさなくていい、あんまいいや。あれはちょっとね、ちょっと鼻息荒れにガッて出すぎる。いや、もうお前のせいだよ。ということにしておくけどね。はい。と、いうことで、まあ、いろんな打ち方は持ってます、ありますよと。うん、ただ、それを選択、正しいものを選択できるかどうかっていうのがアプローチに関しては重要なんで。そうなんです。なんで、知ってるじゃないですか。そうだよ、もちろんそれよ。いろんな打ち方は多分みんなできると思うんだけど、その状況で正しい打ち方を選択できるか、うん、そうなんですよ。それによって、近くに寄せれるかそうじゃないかっていうのは決まると思うんで、うん、まあ、いろんな打ち方を増やすのも、うん、大事ですが、それ以外に選択するものも大事ですよということで、うん、どの打ち方が寄るかです、うん、問題はね、言っておきましょう、いうことですと。結構やったね。じゃあもう一個、はい、続きまして、ゆき
なおさん、はい、いつも楽しい動画ありがとうございます。いろんなプロの球を見てこられたと思うのですが、はい、宮下さん、小暮さんが思ういい球とはどういう球なんでしょうか、うん、またヘッドスピードが42でもいい球を打つ方法などありましたらご教授ください。よろしくお願いします。いい球とはどんな球か、うん、いや昔のジャンボさんの球を見てもらいたかったな、みんなに。だって強烈な時のジャンボの球見ちゃってるからさ、うん、それ以外ないもん。いやだからまああのプロに例えたらそれはプロはもう今でもいろんなプロいるんだからすごい球打つけど、じゃなくて俺が思ういい球ね、うん、アイアンはスピンの効いためくれるような球、うんうん、でまたある時はスピンコントロールを効かしてバックスピンしない球とか、うん、そういう球、うん、でドライバーに関してはいい球ってね、うん、昔は要はキャリーさせる球がいい球っていう感じだったんだけど、今はそうでもないじゃん。今はキャリーも必要だけどランも出ないと300超えるとかっていう球にならないじゃん、プロでも。だから人それぞれいい球っていうのは持ってると思うんだけど、俺が思ういい球っていうのはアイアンではスピンの効いた、球、ドライバーではある程度高くてこうちょっとドロップ気味の球っていうのがいい球っていう認識を俺の中では、うん、そういう言い方するとこうどうなの、これは。僕はね、僕のいい球はドライバーに関してはアゲンストに強い。こっちみたいな。アゲンストでも飛ぶ球がいい球だと思うんです、僕の感覚とか。だからね、飛び方とかじゃなくて、うん、昔の人はさアゲンストうまいじゃん、そう強い球打つじゃん。アゲンストになったらさ、うん、本当に距離が分かる。そう、本当にアゲンスト飛ぶ球がいいと思う。アゲンストでも関係ないって言い方じゃないですけど、風の強い日にうまい人あのボールコントロールできるような球。あ、そういうことね。だからいい、それがいい球かな、うん、風に左右されない、うん、風に左右されないってことは基本的にはいいスピン、もうスピン回転を打ってる、うん、あの球ってことだよね、うん、でまたヘッドスピードが42でもいい球を打つ方法はありますか。ありますよ、ありますよ、教えてくださいって。だって普通にヘッドスピード42ってのは普通の人じゃないですか。普通だってヘッドスピード45って言ったらまあまあですよ、ありますよ、アマチュアだからちょっとね、うん、42でもまあまああると思うんですよね。シャットフェースなんでな、まあいいけどさ僕の感覚だからシャットフェース、42でシャッターフェース。これもともとシャッターフェースだったらどうするの。もともとシャッターフェースだったらオープンフェース全く意味わかんねえそれ。じゃあ不思議な顔しないで、もうあの人はああいう感じだからいいぞ、もうマイフェースだからいや待って、42でいいと思う。僕はだからシャッターフェース、ハイドロー、うん、打ち出し角を上げてもらいたい、うん、そういうことだよね、うん、42でもやっぱ角度、うん、打ち出し角42、うん、42だとね、打ち出し角度がドライバー16の、打ち出し角度16、スピン量が、2500、初速が65、6まで出せるかな。そんな細かいの、ヘッドスピード42でまで出せれば、230ぐらいキャリー出るかな、340出るかな。あとはそのシャフト340は出るかな。そうするとトータルで260-270ぐらいまでいくと思うんだよね。うまくこの数値が合えばね、データ的に言うとね。だからあれ、その使ってるクラブですよね。
まあまあもちろんそういうのも絶対大事だよね。自分ヘッドスピード42とか言いながらいいクラブにしたらもっとヘッドスピード上がったりもするので、うんうん、そういうことだね、うん、あのクラブによっても違うし、うん、まあでもこあの42はもうそこそこの数字だから、うん、板も何ぼでも打てますよってことにしとこう、うん、打てますよ、はい、まあ、打ち方どのこんでなくてね、うん、そういうさっき俺が言ったその数値を出せば2340のキャリーも出せるんだから42あれ、うんうん、ねっていうことでよろしいでしょうか、はい、42って女性じゃないよね、なおさん、ゆきさん、うん、42、まあでも4女性で42ってさちょっと振りありすぎるかありすぎありすぎありすぎだよね、はい、ってことは4もう42あれば250目指してくださいってことですかね。そうですね、うん、はい、はい、続きまして、杉山秀樹さん、はい、普段練習する練習場って、うん、左足下がりとか上がりとか、うん、1階とか3階とかありますが、はい、何か良いとかありますか、ジャンボ亭は地べたか、うん、地べたが広い敷地があるから良いですね、うん、我々アマチュアは結構悩んでいると思いますと、うん、左足下がり上がり1階とか3階とかありますか、何か良いとかありますかって練習場で。僕ね意外にね2階とか3階の方が好きなんですよ。なんで？だから僕はちょっとね昔は僕フッカーだったしインサイドがこう強かったから、上からちょっと目線を低くしてこう打つ、うん、あ2階とかもね、そう、意外にそんなこと言っちゃうと、うんうん、まあ、贅沢なんですけど、うん、まあでもそれはそれも、たまにね、いい練習法だよね。たまに2階とか3階行くと新鮮な感じになるんですよ、打ち下ろしの練習、うんうん、いきなりさ、だから打ち下ろしとかってのショートホールとか行ったら、まあだから今はもうその対処できますけど、昔はゴルフ始めた頃はこんな打ち下ろしとかどうやって打っちゃいいのと思っちゃった。あ、そう、本当、だってゴルフ知らなかったもん昔は。あ、まあそうだね、今でも知ってるかどうか知らんけど、今はね、ちょっと知らないですからだからそういう、なんか2階とか3階は打ち下ろしの練習、例えばドライバーだってそうじゃないですか、こんな川の2番だってさ、あんな風の打ち下ろしの、何やられたらさ、アゲンストバーッと来られるけど、そういうシチュエーションを考えた練習できると思って上行く、うん、でもこれさ、左足下がりとか上がりの練習場なんてあるの？今ありますよ。あんの？ウィーン、ウィーンってなる。そんな練習場あるの？だいたいね、タワラーとあれなんですよ、シミュレーションゴルフ行った時にね、いきなりこんなの動かされてさ、そんな動くんだ今。そう、ああいうさ、コンピューターだけが強いさ、まあでもそんな話だって全然応用に生きてなかったら全く意味ないけどねね、そういうことでしょ。そうね、うなずいてるよ、そういうことだよね。はいあるんですよ。すごいね、今ね、じゃあもう左足下がりだって勝手に作れるんだ。作れるところもある。じゃあスイング作りたいんだったら左足下がりでスイング作った方がいいよ。そうです。左足下がりからのドロー、うん、スイング作りたいんだ。だから僕なんかがあれやってるのは、シャベルを置いてシャベルでこうやってやってたよね、よくね、うんうん、まあ、だからいろんなあれがあるんだね、うん、いいよね、うん、だからその自分がどうなりたいっていうので、そうシチュエーション別で、はい、1階だとか3階だとか選んだりとか、うん、右だとか左だとか選んでやるっていう練習場での練習ができありますよってことでいいよね、うん、はい。しかもだって2階とか3階の方が安いじゃんそうなの？値段、そうなんだ、値段違うんだから、2階とか3階とか安いんだから、ボール単価が。全然知らない。喜んで3階行きますよいや面白いなって、上からこんな打ち下ろしで、たまにクラブとか昔飛んできてたよ、ね、だって放送あってさ、係員が取りに行くって昔の練習場ってよくあったけど、今でもあんのかですよ。いや、たまにありますよ。あんの？あります、あります。ヘッド飛んでいっちゃったりとか、うん、ということですね。はい、続きまして、はい、アンデーさんね、うん、年配同伴者のミス、はい、あれか、コメントをしてくれって言ったやつか、はいはいはい、スタートから2、3番ホールまでなら、うん、年配者のミスショットね、うん、あれ見てませんでしたかなでそれ以降なら珍しいとか、疲
付け加えるなら自分も時々同じミス出ます、対処法ってどうなんですかっていうふうに尋ねると、うん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 、っていうふうに言うって言ってましたね、アンデイさんもね。ありがとうございます。でまあ、その他にもちょっとあったんだけど、また後ほどのやりとして、分かりました。でついでに質問ですと、はい、ハーフスイング以下でのアプローチの際に、うん、グリップ変えるのありでしょうか、はいはいはい、また変えた際のデメリットは、うん、ずっとフックグリップでしたが、スクエアグリップの方が手元が体の正面の位置でインパクトしやすく、上げるのも転がすのも簡単そうに思えて、うん、最近は比較的得意だったバンカーでもホームランも多く、手元が先に出るフックグリップを再考中ですと、ジャンボ店の皆さんフックグリップのようですがいかがでしょうかって、うん、ジャンボ店の皆さんフックグリップじゃないで す,、うんそうですね、ほぼスクエアグリップですね。でもね、見てる人は見てるんですけど、ちょっとこうフック目に握る時ありますから、僕は、まあ、まあ俺逆だな。アプローチになればなるほどストレートに握るから、まあフックはフックなんだけど、うん、俺のドライバーのマンフックに比べたらアプローチはもう優しいフックぐらいの感じだから、まあね、まあね、うん、で僕はだからアプローチのステーションによってはグリップ変えますから、うん、別に変える方がいいと思います。ちょっとショットじゃないんだもん、うん、これありだよね。あり、全然あり、うん、全然ステーションによっても開いたり閉じたりもそのグリップも変えるし、右手 の, あの開き具合も変えるし、アプローチは特にグリップ変えるよね。変えますね、はい、バンガーだって変えるし、通常に行われていることですってことでいいよね、うん、そう、いろいろなシチュエーションに応じてグリップで打ちます。うん、よし、ということで、はい、続きまして、友谷ひろのさんです、はい、いつも楽しく見させていただいております。ドライバーについて質問です、はい、G400MAX にアッタスクール 6X、はい、5X、共に 45.25 インチ、2つあると思った、ロフトが 10.5 と 10.6 とを 調子によって使い分けています。捕まりがいまいちな気がしますと。動画を拝見していますと、ヘッド後方のブロンズ色のウェイトを外して使用しているように見えるのですが、その理由と鉛の張り方など良い方法があればご教授お願いしますということです。チェックしますね。うん、ブロンズを外してる理由は、長尺にしてるんでヘッド重量が重いから取ってます、うん、だから長い人が、うん、ヘッド重量の調整のため、うん、あそこの重りがあるとちょっと重すぎちゃうからってこと、はい、まあ長尺用だよね、はい、っていうことでいいのかな。 45.25 なら取る必要ないですもんね、うん、鉛の張り方など良い方法があればってことで、捕まるんだったらヒール、うん、ヘッドの内側、うん、好きなようにもう好きなようにやってみて、いろんな貼り方して試してハマったらその貼り方をきれいに貼る、うん、もういろんな貼り方して。この人はしかも 45.25 だから、銅のやつ取る、ブロンズ色の取る必要ないよね。ないです。重かしたら一回取って振ってみてくださいって感じ。そういうことだよね、うん、ということでいろいろ試してみてくださいと、はい、いうことです。